皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。今回は真夏のガーデンツアーです。猛暑に負けず結構花が咲いてくれているので、ぜひ見てやってください。まずは玄関前アプローチからご紹介していきます。こちらはペチュニアのパニエレモン、2年目の株です。純白で八重咲きのペチュニア、強いんですよね、結構。なので私は一番好きなペチュニアと言っても過言ではありません。そしてこれは先日仕上げましたオリジナルの植木鉢に植え付けたカンナ、鮮やかな黄色い花が咲いています。その手前のフラミンゴ2羽、背中にはペチュニアとカリブラコアが咲いていまして、少しずつ花数が増えてきました。でこちらがユーフォルビアダイヤモンドフロストで作っているユーフォルビアドーム。まだ切り戻しをしていないので花の密度は粗いんですけども、そろそろ切り戻しを行ってもっと白く真っ白いドームに仕上げていきたいと思います。ひまわりですとかブーゲンビレアがありまして、こちらには鮮やかな花や葉っぱで仕上げました炎の寄せ植えがあります。そしてその奥、これはグリーンとホワイトの組み合わせが美しいエンジェルレース。さらにその横で元気に花を咲かせているのがピラミッドアジサイのファントムです。純白の花が綺麗ですね。このピラミッドアジサイが植えてある場所は決して環境のいい場所ではないんですけども、毎年ちゃんとしっかりと綺麗な花を咲かせてくれます。この辺りは北側のフロントガーデンです。花は非常に少ないんですが、さまざまなグリーンのグラデーションと、あとは手作りしたものや購入したもののアイテム、雑貨でアレンジしています。しかしまあ暑い日が続いていますね。昨日私が住んでいる町あたりでは40度近くまで気温が上がりました。皆さんもガーデンに出るときには無理をせずに暑さ対策と水分補給をしながら楽しんでいただきたいと思います。玄関前アプローチは今こんな感じです。では先へと進んでいきましょう。Love at first sight, when I looked in those eyes, all those years ago. Trips to Virginia, so Grandma could meet ya, to start in a family of our own. A few years later, a couple years grayer.Still my favorite one to hold. Coffee and red wine, and turning down invites to spend an evening on our own. Like firework in the night city sky on the 4th of July. I laugh and I'll cry.I come alive from a love that sleeps inside. 25 years is pretty good, but I think we can do better. I want a couple more chilly nights, cuddled up in our favorite sweaters. These old ties got a few more miles left to drive this coast. Holding your hand, living life's what I come to love.And who knows where life will take us? I don't really know, but I got a feeling
best is yet to show. And I kept on the memories stored up in my heart. But there's still room to make some more like we did at the start. And who knows where life will take us, I don't really know. But I got a feeling that the best is yet to show. And I kept on the memories stored up in my heart. But there's room to make more like we did from the start. Cause 25 years is pretty good, but I think we could do better. I want a couple more chilly nights cuddled up in our favorite sweaters. These old tires got a few more miles left to drive this coast. Holding your hand, living life is what I come to love the most. What I come to love the most. ここに咲いているのはオキシペタラムブルースターです。種さやもできています。一回花が全部終わって、少し切り戻しをしましたら新しい芽が出てきてくれて花が咲いてくれました。この辺りは花々と野菜を一緒に育てているエディブル花壇。トマトのイエローアイコの花が咲き始めています。これはモロヘイヤ。枝数を増やしたいので今日上の方だけちょっと収穫をします。実はこの花壇には日々草のユーサギシリーズというものを一緒に植え付けたんですが、植え付けて5日後ぐらいにはもう枯れちゃったんですよね。私の植え付け方が多分いけなかったんだと思うんですが、もしかしたら根っこを傷つけてしまったのかもしれません。この室外機の上に置いてありますのは、これから植え付けを行っていく予定の待機組です。種から育てた千日紅やセロシア、ジニア。こっちのトレイに撒いた千日紅のストロベリーフィールドと、あとはクレオメ。芽は出るんですけど、なかなか大きくならずに、ちょっと成長が止まっているような印象を受けます。ビニールポットに鉢上げしちゃった方がいいのかもしれませんね。盆栽風に仕立てたペンタスは元気です。純白の花を咲かせてくれています。コレオプシスも次から次へと開花しています。毎朝コレオプシスの花柄を摘むのが日課になっています。このプリンセスドモナコ、また開花が始まっています。花は小さめで若干色も薄いんですけれども、香りは健在です。この辺に来るととてもいい香りが漂っています。今年は何と言っても注目の花の一つこれですね。パイナップルリリー。昨年購入しまして、プランターに植え付けてみたんですが、結局花が咲かなかったんですね。で、今年の春、プランターから掘り上げて、この場所に地植えしたら、見事に咲いてくれました。まだ満開ではないんですけれども、八分咲きっていうところですね。ガーデンには夏の定番、朝顔も何箇所か植えてあるんですが、撮影した日はたまたま花が咲いてなかったので、ちょっと朝顔は映せないんですけれども、この白いウッドフェンスに絡ませている朝顔も少しずつツルを伸ばし始めています。まだ開花は始まっていません。こちらは2番花が咲き始めました。クレマチスのプリンスチャールズ。花はやっぱり一回りぐらい春に比べたら小さいですかね。でも可愛らしい花が咲き始めています。
この辺に植えてある花々はルドベキアのサラ、セイロンライティア、そして PW のローレンティア、フィズ&ポップ。どれも暑さに強く、最近の猛暑もものともせずに生き生きとした花を咲かせてくれています。ですがこのルドベキア・サラに関しては結構水を吸うので、横の2株に比べたら水やりの頻度はちょっと多くしています。まあ連日気温が40度ぐらいまで上がっていますからね。特に鉢物に関しては朝と夕方2回水やりを行っています。ここに咲いている黄色い花はダイソーの種から育てたミニヒマワリ。多分このミニヒマワリ、バッタが好きな味なんでしょうね。割とかじられる頻度が多くてちゃんと咲いた試しはありません。だいたいどこか欠けているという感じです。この辺のルドベキアもよくかじられています。バッタね、駆除するって言ってもなかなかなんか駆除しづらい可愛さもあって悩みの種ではあります。この辺はアスターとか日々草、そしてユーフォルビア、ダイヤモンドフロストが綺麗に咲いています。ちょっと話は逸れてしまうんですけれども、皆さんオリンピックは見ていらっしゃいますか？日本人選手の活躍がすごいですね。今日7月30日時点での金メダルの獲得数、国別ランキングで日本は6個で1位でした。すごいなーって思います。加えて今回の大会では見てる方、お客さんが結構温かいなって感じました。例えば柔道の阿部詩選手が惜しくも敗れてしまった時には、詩コールが沸き起こったり、フェンシングの加納選手が優勝した時には、対戦相手はフランス、自国フランスの選手ではありましたけれども、お客さんは悔しがるっていうよりはすぐに立ってスタンディングオベーションを、その両者の健闘を称えて送ったりと、なんか見てる方も気持ちよくなるような大会だなぁと感じました。まあ開会式はちょっと長かったかなっていう印象がありますよね。過激な演出もあったりして、ちょっと賛否両論はあるみたいですけれども、まあ、しばらくは寝不足な日々が続きそうです。で、これはダイソーの種から育てたジニア。立派な花を咲かせてくれました。そしてその横に咲いているこのアケボノコスモス、これもダイソーで購入した種です。ダイソーの種はなかなかいい仕事をしてくれています。この辺の花壇では観賞用の五色唐辛子、ブラックパールがやっぱり綺麗ですね。色鮮やかなリーフや花に混じってしっかりと存在感を出してくれています。Strength in all my weakness, You're the healer of my wounds. Joy instead of mourning, Teach my heart to follow you. My guide ever before meSpeaking light upon my path Forever here around me、yeah. Fear won't overwhelm your love And I know you're the king Who has called me by name From now till forever When you take me
Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises forevermore. こちらにはミソハギが咲いています。ミソハギはボンバナとか少量花とも呼ばれておりまして、お盆にお供えする方も多いかもしれません。私は特にお供えすることはなく、咲いている花をめでて楽しんでいます。ここにはブルーベリーがなっているんですが、もうだいぶ収穫もしているのでポツポツとしかなっていませんが、色づいたブルーベリーを時々取って洗って食べています。甘酸っぱくてとても美味しいです。で、この先にはつる植物コーナーがありまして、先日植え付けた空心菜、そしてその横には風船カズラ、そして風船カズラの横にはひょうたんが植えてあります。まあこのひょうたんは成長スピードがとても速くて、葉っぱも大きいので3株植えたんですが、1株抜きました。2株だけ育てています。でこちらには、ルコウソウですね、こぼれ種を移植してきたルコウソウが植えてあります。まだ花は咲いていません。ということで、ガーデンをぐるっと回りながら咲いている花々をご紹介させていただきました。まだまだ暑い日が続いていきます。まあこういう日は無理せずに、涼しい室内で YouTube でも見ながらガーデニング気分を味わってもいいのかなと思います。その分私は暑さ対策を万全にしながら動画を上げ続けていきますので、よろしければお楽しみいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。まだチャンネル登録してない方いらっしゃったら、ぜひ登録していただいて、一緒にガーデニングや園芸楽しんでいきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。ガーデニングチャンネルからメンバーシップのご案内です。メンバーシップではメンバー限定動画といたしまして、花々のご紹介をしながらのラジオ風コンテンツ、各週日曜日にお送りするガーデニングラジオや、本編では映していない日々のガーデニングと何気ないトークでお楽しみいただくトゥデイズガーデニングをお送りしております。この動画の下にあるメンバーになるというボタンか、コメント欄のリンクからもご登録いただけます。月額は390円。よろしければご登録いただいて、このチャンネルをより楽しんでいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。